皆さんこんにちは、ミトガラチャンネルのミトです。はい、ということで今回はアップデゴ最新最強パンパンゼミスラーク装備を皆さんに紹介していきたいと思います。パンパンゼミマジでこの装備強いのでぜひ真似してみてください。では行こう。さあ早速今回作った装備はこんな感じです。使っているスラークはセルレギオスのスラークアルダバランです。そしてなぜこのスラークかと言いますと、滅竜瓶は一番ね覚醒ゲージが溜まるのが早いです。なのでパンパン特化の立ち回りだとねスラッシュゲージの管理が大変なので、カウンターではなくスラッシュチャージャーを使わなくてはなりません。なので覚醒ゲージが溜まる速度が重要になってきます。それが理由で本作目立っていないこの滅竜瓶スラークを使いました。で武器の連成は攻撃に全振りしています。はい、そしてスキルの説明です。パンパン特化なのでまずは強化持続を入れて覚醒ゲージを長く保たせています。でパンパン中はねダメージを食らってしまうので、破壊王と血気をね採用することで、うまく疑似回復カスタムを発動させ安全に立ち回ります。でパンパン中はね気絶もするので気絶耐性は必須です。そしてね火力を出すために粉塵まといで攻撃レベル7、挑戦者レベル5を入れています。でねもちろん切れ味の減りも早いので、転移無法でねそれを維持してスタミナ軽減無効の効果を利用して本心でね配信をプラス 30% を盛ります。まあ、一応ねそうすることによって渾身プラス武器の切れ味で挑戦者で恐竜消食、まあお供の強化方向で弱点特攻も乗るので、一応ね常時回心は 100% 出ます。めちゃめちゃ強いです。はい、かなりね最高の構成ができたので、ぜひパンパン特化作りたい方はこれねテンプレなので真似してみてください。はい、防具と怪異連成一覧です。まあ、今回はちょっと連成の難易度かなり高めです。これと同じようにやってもらうのがいいと思います。もちろんねお守りとの相談もあるんだけど、まあ一応ね生放送でマカリンキンじゃないわ、この防具の連成回したんだけど、かなりねいろいろあって、琥珀使ってしまいました。まあ、普通にやれば1000個以内にはできると思うので、皆さんぜひね真似してみてください。はい、装飾品一覧です。ぜひね画面止めて見てみてください。あ、一応ねこれで装備の紹介の動画を終わりにしたいと思います。この後ね実践があるので、ぜひ最後まで見ていってください。生放送もやってるので、よかったら見に来てください。バイバイ。さあ早速ねこのパンパンゼミ装備で怪異等級レベル300のビオレイヤ勝っていきたいと思います。まあ、300レベルなんで結構体力も多いし、まあレイヤーだから強さはそこそこなんだけど、このねパンパン装備必ず強いので皆さん作ってください。いきます。で最初の方向だけカウンターしよう。いくぜ。オッケー、カウンター決まる。いいよ。これはオッケーで、これ変更してこっからパンパンいきたいね。はい、いきます。パンパン、ファーストパンパン、いいよ。で怒りに合わせて、いいよ。こっからね、みんなこっからもう転移も発動して切れ味も気にしなくていい。はい、攻撃いいよ。多少被弾しても大丈夫で、これスラッシュチャージャーでしっかりゲージ回復していいね。ワンチャンナイス。これパンパン、よし、いいよ。羽安全結構で、破壊音もついてるんで結構 V 破壊も早いです。で V 破壊さえしてしまえばね血気が発動するんで全然気にしなくていい。 OK で、これもパンパンいこう。おいしいよ。さあ頭に張り付いた。ここちょっと危険だけど大丈夫かな。大丈夫。オッケー、アングル殺しがすごいねさあこれもスラッシュチャージャーでゲージしっかり回復。いいよ。転移無効発動した。いいよ。はい、パンパン強い。このパンパンがマジで最強。みんな思い出してくれアイスモン。さあナイスで、切れ味がちょっと回復させて、はい、スラ間違えた、これももう一回よ。でスラッシュチャージャーで溜めて OK。 このスラッシュゲージを溜めるのがめっちゃ大事。さあここは普通に攻撃しよう。いいよ。この滅竜瓶がねもう影が薄いんで、こいつをね助けます。パンパンで思い出させるみんなに。でスラーク使い、おお V 破壊ナイス。これで自動回復。やっぱねスラーク使いのみんなは心のどこかでやっぱパンパンをね期待してるのよ。アイスボーンでねあれだけ猛威を振るったパンパン、本作では微妙になってしまったけど、はいはい、これ振り回しだけで OK。 これ待てよ、鈍化してるんで安全。これで溜まるみんな。はい、パンパン
無理か。貼り付けない時も落ち着いてドンドン、これ貼り付きたい。いやー待って、貼り付かせて。貼り付くのもむずいねこれ。そう、オッケーオッケーオッケー。貼り付けなくても慌てない。なるべく早く貼り付いた方がタイムも縮むしダメージもね与えられるからオッケー。これは方向クリックの方向来ない。スラッシュチャージャー頼むぞ。パンパンいいね、パンパンがいいな。やっぱり羽も破壊しよう。はい、方向もオッケー。パンパン中はね2線つくんで最強で、これもしっかりスラッシュチャージャーで強振で相手の技は気にしない。これもパンパンさせて、そういうこと。さあ見て、この HP の回復量 V 破壊してるんで大丈夫。そしてダウン、いいよ。はい、完璧。思い出すでしょみんな。そしてこのエフェクトよ、竜属性の。さあもう一回パンパン、壁キャンセルにだけされないように気をつけて。いやー強いなマジででスラッシュゲージしっかりスラッシュチャージャーで回復。さあ麻痺入ってるね、いいよいいよ。音もナイスで、パンパンで、これもう一回パンパンいこう。よしいいよ。もうなるべく頭、なるべく頭、やっぱり頭が一番ねダメージ通るんで、そこを一応見とから狙ってます。あーいいねいいね。でこれ意外にねカウンターに慣れてると最初使うの難しいかなって思うんだけど、それも慣れる慣れる、絶対できる。みんななら絶対できるから。さあ壁キャンセル入った。はい、オッケー。見て今のイケメンすぎないか736、いいよいいよ。で普通にこれね火力も出るんで結構で、これ振り回そう。振り回してゲージを止めます。いくよこれ。はい、でゲージ溜まった。パンパンできないか、落ち着け。トントン、これパンパンさせて。そう意外にね足潜った時は適当にやると頭いきます。もうオッケー。でゲージがなくなるとこれ飛翔流拳できないんで、しっかり溜めて、これでスラッシュチャージャーがマジ大事。さあ疲れてるね、いいよいいよ。見てくれみんな、これが竜を滅する滅竜瓶や。これで次のアップデートで来るメルゼナとかねパンパンで倒したら激アツだね。あーいい、オッケー。サンブレイクの時かな、ミラボレアスがパンパンでね攻略完了みたいな、そういうのがあったから、ワンチャン次のなんだっけ、強いメルゼナもパンパンでいけるかもしれない。はい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 、これが最強、これが最強のパンパン装備や。みんなぜひ真似してくれ。さあスラッシュチャージャーオッケー、方向は気にしない。で強振もあるんでこれ強くいっていい。あーミスった、いいよいいよ。これしっかりパワース、もう一回来るかな、来ないね。トントン、遠い距離、ここここパンパン行きたい、行かせて、そういうこと。これ結構パンパンもね慣れるまでコツいるんで。さあ HP オッケー、いやダメージえぐいなはい、で日の絵がうまく回復してるんでこれオッケーオッケー。さあここちょっとスラッシュチャージャー貯めたいんだけど、かきり虫がないんでこれちょっと落ち着いて引き刺し、はいオッケー、スラッシュチャージャー、いいよいいよ。これあーもう貯めたいね、これタンタン、うん、でこれあーいい、これ覚醒ゲージ貯める、いいよ。パンパン、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、この調子この調子この調子。いやーこれ壁キャン入るのがうざいな、壁キャンが。あーいい、これもう一回スラッシュチャージャー、オッケー。ちょっとダメだなこれ、行きたい、行かせて。いやー無理か、たまにね波長が合わないんでそこだけ気をつけて。さあナイスダウン、オッケーオッケー。ここは普通にやろう、普通にやるのも大事。780ダメージ弱ったぞみんな。さあいいんじゃないかこれ、途中の壁キャンセルだけちょっとうざいけどかなりいい、しかも安定してるねかなりね。あーいい、スラッシュチャージャー、オッケー、降りてくるかな、もう一回来るか、いいよ。これもはいはい、来たとこパンパン、そうこれで終わらせたいな。それも大丈夫なんです皆さん、気絶耐性入ってるんで、その技もまさかのパンパンで全て攻略完了。はい、スラッシュチャージャー、オッケー、送流状態。さあこれで終わらせようか、壁ドンで終わるんじゃないかなワンちゃん。いかがですか皆さん、パンパンねこれ、まあ、滅竜瓶じゃなくても元気瓶毒瓶でもね結構覚醒ゲージ溜まるの早いんでそれでもいいんだけど、やっぱりねみんながあんまり使ってないこの滅竜瓶のうまく使える方法、これがパンパンだと思うので皆さんぜひ使ってみてください。ナイス狩猟、まあまあ早かったんじゃないか、いいね。さあ皆さんぜひねこのパンパン装備作りたいと思ったら真似してみてください。生放送もねやってるのでもしよかったら見てください。はい、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。さらば。